ホーム上から萩方面を望む多摩駅は、山口県萩市大字山田あざ西沖田にある、西日本旅客鉄道山陰本線の駅。かつては、三瓶、長門などの急行も停車していたが、1997年3月22日のダイヤ改正で、当該区間を走行する急行が全廃されたため、それ以降は普通列車のみが停車する。長門市方面に向かって、右側に単式ホーム一面一線を有する地上駅。防線構造のため、長門市方面域と増田方面域の双方が同一ホームを共用する。駅舎は現存するものの、無人駅となっている。乗車券は駅舎内のキオスクで購入できていたが、2007年1月現在、キオスクは閉店している。自動券売機等はないため列車内もしくは有人駅での運賃精算となる。2010年2月25日午後11時35分頃、駅のドアに飲酒運転の車が衝突し、ドアが破損したが、現在は修理されている。萩市中心部より橋本側を隔てて西側に位置する。萩市役所へは東萩駅よりやや遠いが、萩市中心市街地の西北端にある。萩城、静木公園、城下町へは当駅が最も近い。しかし当駅と城下町は 1km 以上離れており、また当駅から直接城下町へ行く交通機関は運行されておらず萩循環回るバスを利用することができるが、一方向の環状運行であり、城下町方面から当駅へは3から5分程度で到着できるが当駅からは57から55分程度で、到着となる。駅前には拠点となる施設がないため、観光客の利用はほとんどない。ただし、萩市内にある高校へはこの駅が最寄りとなるため学生の利用は多い。1日の平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。